うちの人気上、テアンデーださ。テアンデーなのだわ。よろしくお願いするのだわ。はい、よろしくお願いします。キャバクラ、キャバクラに来ないかなと思って。いや、だから今日、今日行くんだよ。今日行くんだよ。いいのか、息子さんも来る。モンちゃんに誘われた。モンちゃんに招待されたな。冗談も用意しとくかな。私もつく一応つくことがいいだから。お前は別につかんでいいんだろ。私もつくことが特別にね、あなたたちクロスだったらできますから。呼んでくれたら。ったらお前、ただじゃおかねえから。なんだ、健全だよ、うちは。ははは、どんな感じ今、ラウンジに集めてる今、待合室でボスさんに待ってます。ああ、トップ長、頼むぞ、今日は。おはようなのだ。モズっていう団体のボスが君が作る子だから。え、マジ？ああ、そう。で、すごい口の悪い子だから。うん。ああ、いいね。どれがいいかな。普通っぽいやつ。ああ、そうだね。他には誰がいるのだ？ああ、ずボスだ、今日、元気のボスだから。え、マジ？ビシッと元気よく笑顔にさせて帰ってください。ウエちゃん緊張するな。大丈夫だ、君だったら。トランちゃん。はい、なの。バンバンバンしたな。あ、トランバンバン、派手な暴れたから。派手なところ？バンダーマンさんわかるか、白一番左の子だ。うんうん。あそこのま派手な。派手に？同じものでお願いします。これ本当にお前、本物だ。え、隣ついていい？ちょっと格好変えてくるか、逆にまた。逆に変えてくるか、いい。すぐにはわからない。シャルピンさん、どこから来てるんですか？出身は。私、台湾。知らなかった。皆さん、行き当たり台湾から来た。台湾なんですね。なんか、社長じゃん。こう、アメリカとかそっちかなって思った。台湾の訛りなんですね、それは。台湾ね。どうぞ。どうぞ、ビップルームでございます。ああ、そうなんだ。こちらでお楽しみです。ああ、なるほどね。あれ、いないじゃん。あれ、いらっしゃいませんね。誰探したの？マクドナルドさん、ウェスカーさんは。あ、もう帰られましたね。あ、帰られたそうです。そうなんです。マックさん、延長いただけませんでした。ああ、そう、大丈夫だ、ウェスカーさんね。まあ、延長しないタイプだから。ウェスカーさん、帰られましたよ。バンダーマンさん、どこ行くんですか？いやいや、もう帰ろうかなと思って。何を言ってるんですか？いやいやいや、うちの新しい情報楽しんでくれるかな。提案です。いや、ウェスカーさん、ちょっと聞いたわ。ちょっと一本電話させてくれ。うん、はい、聞いたわ。聞いたまー、聞いたまー、聞いたまー。あ、奥の部屋どうなってんだ。あ、じゃあ奥の部屋に用意しましょう。いや、奥の部屋俺怖いからいいや。戻ってきましたよ。あ、おかえりなさい、待ってました。どうぞ。一番人気の帳、テアンデイをつけます。テアンデイ、いいっすね、いいっすね。うん、モンジュ様、どうぞお座りください。お二人とも、はめ外していい。やばい、はめ外すとはめ外すみたいな感じになっちゃうかもしれない。じゃあ、うちの人気帳、テアンデイです。テアンデーなのだわ。よろしくお願いするのだわ。はい、よろしくお願いします。終わり？は？いや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 、どうぞどうぞ。え？前出て。ちょっと緊張、緊張がね。うん、君だけどさ、なんか続くのかなと思っちゃった。どこに失礼していいのだわ。オンステージ、オンステージ。真ん中、失礼しますなのだわ。足？これはちょっと恥ずかしいんすけど、生足で失礼しますなのだわ。手あんだよ、生足。生足？生足ね。細いってよく言われるなのだわ。細い？怪我してるみたいな。すごい。あれぐらい近い方がいいですか、チンチカさんも。じゃあ、あまりです。何食ってんだ、手あんで。ちょうどいいですか？初めてだとね。ぐるぐる飴？全然ちげえだろ、飴とバナナ。シャンパン入れちゃえ、美味しいよな。バンガーマンさん、いい感じになったら、そしたらベッドルームまで案内してください。お名
それではシャンパンコール入ります。シャンパンコール、シャンパンコール入れ、じゃあね、あ、チンチロさんからシャンパンもらったので盛り上がっていくぞー、開けていけ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 シャンパン、開けていけシャンパン、開けていけシャンパン、オープン3秒前、3、2、1、3、イエーイ、ありがとうございます、ありがとうございます。おお、いいね、すごいですね、うん、すげえ、よくわかんない声が聞こえた。ちょっと待てよ、これ逆に帰った説あるな、これ、え、別の待機してる、逆に帰ったんちゃうか、あの二人。おいおいおい、あ、ウスカさん、お手洗いらしいですからご心配なく。おいおい、これこれどこ行ってこれ、おい、トイレじゃないだろ、二人して早く帰ってこい、戻ってこい、早くおいおい、はーい、戻ってこい、この町に暴れるぞ、はははは、うぬー、こっちの部屋、こっちの部屋、こっちの部屋、イブちゃん、こっちこっち、おかえりなさい、おかえりなさい、おかえりなさい、トイレはない、トイレはない、あ、ここ、いや、そこはオッチセイの、あ、違う、そちらベッドルームになりますので、なんでベッドルームあるの？それはモンドさん、ご想像にお任せしますよ。ああ、助けろマクドナルド。助けろ出ます。どうしました？もう経ってんじゃねえか時間。請求は。ああ、請求の、ええ、あ、請求かしこまりました。うん。ウスカさん、そんな手当を気に入っていただいてありがとうございます。ええ、また来てください。あの、モンディさんの方からですね、あの、お会計はブスカーさんの方でということになってるんですが、どうですか？いや、違います、違いますね。あ、違いますか、これは。すみません。チンチロで決めるって言ってましたけど。あ、うん。あ、どうぞ。あ、ほら、当たってしまった。あ、当たらない。あ、草が邪魔して。あ、お会計、お会計だよ。あ、お会計でしょうか。じゃあ、ちょっと、計算の方をしてまいりますので、少々お待ちください。失礼します、お客様、お会計の方がですね、計算できまして、ね、合計7070万円でございます。7070万円になります、ね。あまり、ね、7070万。あまり、あの、使われなかったということですね。どうなったら7000万円いく、これ。野菜スティックだ。あ、ずいぶんお遊びいただいたんですから。いや、めっちゃいいね。意外とね、健全の。ありがとうございます。ありがとうございます。VIP でお会いできて光栄なのだわ。なんだよ、もうこんなに喜んだ。チンチロで勝ったぞ、飛行場。どうでしたか？いう計算で7070万だ。ああ、いや、ゴールドボトルでしょ、ゴールドボトル。ゴールドボトル入れてないぞ。あ、モンディさんが入れてたよ。入れてくださって。ってことじゃないだろ。モンディちゃん、モンディさんね、入れてもらってましたよ。モンちゃんがだから5分入れたってことでしょ？そうです、そうです。モンちゃん、はい、じゃあグルか、いやグッパイと手組んだか、なんで当たるんですかね、スカーさん、そんなわけないよ、あのとかあれですよ、あのやっぱね、まあ経験として、経験として、ほう、はい、今日私が来たのはポンちゃんが誘ってくれたからだ、まあまあそうですね、で晩さんはあの大丈夫、あ、いいの、うん、え、ウルスカさんはどういうこと、どういうこと、どういうこと、バンさんは大丈夫、バンさんは大丈夫で、ほんで、私は大丈夫で、ここで一番金持ってるウエスカーさんのおごりで、おかしいおかしい、ウエスカさんよろしいですか、なんで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 よろしい、おかしいよな、おかしくないかな、それじゃフェアにやろうよ、フェアに、おお、ボドマさんいいんですか、じゃあマックさんもやる、私もですか、お前がもしチンチロで勝てたら、うん、私らは スマートに普通に割り勘で払う、あー、わかりました、もし君が負けたら、うん、君のおごりにしてくれよ、私のおごり、うん、あ、そうか、うん、なるほど、
じゃあ、でも、スモートの払うより、じゃあ、私が勝つ確率の方が低いよね、それだって3対1だから。3対1っていうか、普通に全員でチンチロやるんだ。ああ、そうなの？ 1 番にでもならなきゃいけないんだろ、これ。1番に、まあ、なんかわかんないよ、その辺は。ふわふわしてるから、わかんない。ふわふわしてるから、わかんない。じゃあ、わかったわかった。まず3人でやって。じゃあ、まず3人でやって。うん、で、その後にマックさんとやる。じゃあ、マクドナルド。ああ、わかりました。負けたやつが。で、キリオくんも7700万じゃなくて1億でいいでしょ、じゃあ。ああ、うざなかったっすか。そうですね。なんで？バナナだバナナさん、お金持ってんだろ、お前。1億行こう。いやいやいや。じゃあ私から行くよ。うんうん。メルス。じゃあ私。おお。おっと、うんうん、読んだな、うん、じゃあもうモンちゃんやらなくても私の負けやんけんじゃん。確かに、あれまあ一応やっとこか。あ、一応やっとく、うん、6だ、6ですね。で、うん、私がマックさんとやって、でマックさん、うん、持ってくれるんだよね。わかりました。うん、いいでしょ。じゃあ私が負けたら1億たっぷ払いますわ。じゃあ、いきますよ。はい。なし。怖いな、これ。どうだ？そうですね。そうですね。1だな。1ですね。はい、1億円ですね。うん。はい、わかりました。すいませんね。ありがとうございます。ありがとうございます、スカさん。ありがとうございました。じゃあ皆さん、お送りしますよ。